政府の走行距離課税導入検討に三原淳子議員。これは国民の理解を得られないだろう。がネットで話題。内容はこちら。政府の走行距離課税導入検討に三原淳子議員が苦言を呈しているようです。では三原議員の発言を見てみましょう。三原淳子。これは国民の理解を得られないだろう。三原議員、こんな愚策、早急にやめさせてください。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。流通、物流関係の企業にとっては、とんでもない話でしょうね。日本の物流が減り、商品が値上がりし、国民の負担がさらに増す。物価上昇は大きく、賃金は微増のままで、日本経済は崩壊しますよ。物流関係の企業は倒産しかねませんよ。次はこちら。もうガソリン税が移動距離だろ。舐めてんのか？これ通したら自民党は全滅だな。ガソリン税で似たような課税になってるのに、さらに取ったら、ガソリン税、消費税、走行税で三重課税になるぞ。頭大丈夫か？理解どころか、憎しみすら覚えますよ、淳子さん。本当ですよ。ここまで来ると、憎しみレベルですよ。次はこちら。北海道なんかの移動に数百キロかかるところなんか、たまったもんじゃないし、田舎増税なら、ますます都会との格差が広がるって想像もできないのか？税調は、国民が苦しくなるような政治しかしていない。流通に携わる企業も共同で声明か何か出すべき。物流関係の企業や自動車業界は抗議声明を出すべきです。最後はこちら。岸田家がここまでひどいものになると誰が想像しただろう。国家間なき愛国心なき首相ってのは世界で一番恐ろしい存在かもしれん。病人から布団を剥ぐような人間に首相をやらせていいことは何もない。岸田さんに対して恥を知りなさいと言ってもらいたい。歴代の中で一番に近いほど残念な総理大臣だと思う。岸田は何も考えていないし、財務省の言われるがまま、岸田政権の退陣を財務省に言われるがまま、本当に情けない総理大臣だと思います。結論。走行距離に応じた課税、走行距離課税などというあからさまの愚策の導入を検討する政府。三原淳子議員がおっしゃるように、1000% 国民の理解なんて得られませんよ。そもそも走行距離課税などという意味不明な税を考えた人は、導入後の惨状も想像できないのでしょうか。心底呆れますよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。